底怪獣テレストンを操る謎の女。その攻撃で町から明かりが奪われていく。暴れ回るテレストンを倒すために領土する新たなサイバーカード、それは次回ウルトラマン X 夜を呼ぶ歌。ウルトラマン X 第3話、監督の田口清隆です。第3話はテレスドンが登場します。今回はテレスドンということでナイター撮影を頑張って観光しまして、耳のあそこのラインも光るウルトラマンなので、夜に綺麗に光っているウルトラマン X が見れると思いますので、その辺はクライマックス X が非常にかっこよく映っています。テレスドンって地底怪獣なんだけど、どうやって地面を掘ってるのかっていうのは描かれたことないと思うんですけども、今回その一端が見えると。攻撃として使うんですけども、テレスドンが今まで見たことない攻撃をしてくるというのが一つ、見せ場として作ってみました。本編の方は、3話1、2話でほぼウルトラマン X の世界観だったり設定は、ある程度謎は残しつつも大体設定と戦い方だったりは説明しきったというところで、3話からはいよいよ1話完結の話に入っていきます。今回は割とそういうなるべくバラエティに富んだ1話完結のシリーズにしていこうと思っているので、まずヒロインのアスナを主人公にしまして、可愛い女の子の一面だったりとか、実際、おしゃれして出かけるシーンなんかもあったりなんかして、事件に巻き込まれていく中で敵になるところで、佐伯日奈子さんが登場しますと。2015年版の言っちゃえば地底人、2015年版の地底人がどんな感じなのかっていうのをあえて、原作というか元の感じとはデザインとかは変えてみました。でその佐伯日奈子さん版っていうのが一つ見どころ で、そのヒロインとのアスナとの対決というか、第3話は少し意識して女の戦いという部分で、描いてみました。ウルトラマン X 第3話夜を呼ぶ歌、3話も本編も特撮もいろんなことをぶっ飛ばしてます。ご期待ください。